はい、皆さんこんにちは。2022年9月7日ですね、水曜日、ようやくまあ通常の日常に戻ったという感じですね。おとといまでちょっとまあ関東の方に行ってたんだけど、まあ、無事帰ってきまして、まあ、いろいろありまして、まあ通常に戻ったといった感じでございます。今日はね、 JR 新潟駅に来てるんだけれども、そばあんぎゃやっていこうかなと思ってます。日本全国そばあんぎゃ、日本全国つつうらうら、気になるそば屋に全部入ってやろうっていうね、そういう企画なんですけれども、基本的に新潟駅から、新潟からあんまり出れない新潟ばっかりやってます。新潟ね、でもとにかくまああれなんですよね、美味しいそば屋がありすぎるんですよね、まあ、本当にきっともしかしたらもう日本一なんじゃないかと思うぐらい新潟は美味しいそば屋さんがいっぱいあります。今日はね、せっかく新潟駅に来たんで、ここココロですね、新潟駅の駅ビルの中のね、まあ、ショッピングモールのココロが今月のね今月の25日でね、全て閉店するってことでね、今日7日だから、まああとそうだね2週間ちょっとくらいしかないという感じなんでね、だから今まで1回も入ったことなかったあの小島屋さんにね、今日はとうとうね入ってみようと思いますね。もうすぐ終わっちゃいますからね、これね、もうすぐこう閉店しちゃうんで、入ってみようと思う。すごい人気なんですよ、すごい人が並んでる。だからちょっと今ね11時38分なんだけどね、11時38分、ちょっとピークの時間ですね。入れるかな行ってみます。なんとか食べてきます。グラグラしてる、こんな一面。この小島屋さんは越後長岡って書いてあるんですよね。他に小千谷って書いてあるところもあったような気がするんだよね。それぞれまあのれん分けって言ってもね、ちょっとね、まあいろいろあるみたいですよね。本家とか本店とかね、元祖とかなんかいろいろあるんだよね。ここの小島屋さんの、まあ僕入ったことないんですけど、今日初めて入る。メニューはどうしようかな、ね、やっぱお蕎麦食べなきゃねいけないんで、まあ、カレーセット、エビ天のセット、天ぷらそば、いろいろある。とろろへぎそばとかもね美味しそうだね。野菜天へぎとかにしてみようかな、ね、野菜天へぎいいね。はい、とりあえずね玄関のとこで待ってみるけど、すごい人がすごいですね、人がすごいですね、大変ですねこれ、なかなか時間かかるかもね。隣には中堅玉子いますね、中堅玉子、白山神社にもいます。やっぱりまあ結構まあ高めは高めなんだろうけど、へぎそば天へぎ2178円、これ1人前なのかな、これ1人前かな。へぎそばやっぱ食べたいね、結構お腹空いてるかな。11時半ぐらい、朝ごはん食べてないからね僕ね。エビ天ぷらそばとかもうまそうなんだけど、やっぱりこれはやっぱりざるそばですよね、やっぱりね。どうしよう、すごく悩む。天へぎとかにしてみようかな。皆さんそうだね、それぞれみんな違うの頼んでるっぽいよね。へぎそばってこれ1人前なのかな、これ分かんないけど、これにしてみようかな。はい、天へぎ到着です。つけだれとめんつゆが一緒パターンだね、一緒パターンですね。まあうまそう、あのこうなんだろう、玉になってないんだね、ある程度一緒になってる感じですね。めちゃくちゃうまそうですね。もうね時間持ちしないんで早速いただいてみましょう。では僕ねわさびは割と少なめに入れ、少なめ入れることは入れるけど、まあ、ネギはたっぷり入れますね、まあ、2回に分けて入れる感じですね。ではちょっと片手が塞がってますけど、まずはねこんな感じいただいてきますよ。いただきます。うまっ。あ、うまい。Thank you.
葉はね、どうね、もうさすがって感じですね。さすが人気店ですよ。めちゃくちゃうまいですよ。最高にうまい。いや、これはうまいね、やっぱり。天ぷらは、エビ、ナス、これなんだろう、タケノコ、これ、あれですね、根曲がりタケですね、多分、根曲がりタケ、姫タケ。あとは、シシトウとキスとカボチャですね。シシトウから食べてみようかな、せっかくだから。ね、うまっ。うん、おいしい。魚、キスですね、キス天。うん、ふわふわ、超うまい。肉厚です、すごい肉厚。多分ね、曲がりたけ、まあ、姫たけとも言える、めちゃんこうまい、ナスですね、最後にどれ、とても美味しい。ナスの天ぷら美味しいですよね、いや、とうとう最後ですよ、あっという間。寂しいですね。すっごいうまかったですよ。最高。うまいをいただきました。最高の濁り具合ですね、これ。超うまそう。程よい濁り具合、程よいとろみ具合、そして温度、熱すぎずぬるすぎず、完璧ですね。本当にうまい。そば湯、本当僕ね大好きなんだけど、ここまで美味しいそば湯もね久しぶり。本当にうまい。美味しい。でも、はい、いただきました。大満足ですね。まあまあ2000円ちょいだったんでね、まあ値段も値段ではあるんですけども、ほんと満足、ほんとにうまいですね。いや、ここね、ほんとになくなっちゃうのが非常に残念でございますね。なかったですね。2178。まあでもそばだとこれぐらいなのかな、とてもうまかった。ペイペイ、めちゃくちゃうまかったです。ここね、やっぱり小針の小島屋とは絶対違いますね、これね。まあ、どういう風に違うのか、同じ小島屋って名前だけどね、違うんだよね。そしてね、移転オープン10月頃か中頃からね、まあ、同じ感じの、ね、お店が、まあ、できるみたいですね。南館の途中にできるんだね。まあ、あの多分、サイゼとか、なんだろう、あと、まあ、あのアメンボだとか、あの間ぐらいかな、ね、こっちでできてからもね、また行きたいなと思うとこでございますね。中にはね、レジのところにね、こういった乾麺とかも売ってるんですよね。乾麺、
もう本当にこれもねちょっと今度食べてみたいなと思いますけどね。最高でしたね、ここの小島さん。まああのね、ここまあ1ヶ月ぐらいはね食べれない期間があるんだけれどもね。そして長岡、越後長岡小島屋ですよね。違うんだね、確かね、あの小針のところとか別のところはね、おじやって書いてあったような気がするんですよね。小島屋さん、なんか全然別物なのか、ある程度同じなのかちょっと分かりませんですけれども、まあね、名前がちょっと違う、ね、感じになります。こう詳しくね、ご存知の方とかもまあおられると思うんですけど、僕ねちょっとすいません調べてはないんだけども、まあ、小島屋さん、まあ、同じね、ふのりのね、そばなんだけども、とってもここもね、美味しかったですよ。最高でしたね。はい、日本全国そばあんぎゃ、あちこちでそば食べてます。はい、まあ、結構出費がかさみますが、でもとてもね美味しかったです。そば大好きなんでね、まあ、これからもやっていこうと思いますんで、ぜひチャンネル登録、グッド評価、あとコメント等々ね、あ、もしねあのこのルーツがお分かりになる方おられましたら、ぜひねコメントから教えていただけるととても嬉しい。はい、というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。どうやらねここですね、サイゼの隣にできるみたいですよ。ね、余談ですがサイゼの隣みたい、なんかもう大方できてる感じの雰囲気はあったね。こんな感じ、ここにできるみたいですよ、ね、楽しみですね。ここができたらまたここに入ってみようと思います、ね、今こんな感じ、まあ、まだまだできてないか。